開業48年目を迎えたサントピアワールド。ギリギリの経営状況を逆手に取り、さまざまなアイデアで新型コロナ禍や物価高などの難局を乗り越え、今年もオープンしました。中学校の同級生で卒業なので思い出作ろうかなっていう。絶叫系はどこかって思ったらやっぱサントピアっていうことだったんで、ここを選びました。天気がいいし、子どもたちも遊園地を楽しみにずっと待ってましたんで、はい、またネットで調べたら今日からオープンってことでしたんで、はい、今日来ました。笑顔満開の、サントピアワールドなんで、あったかい気持ち、あるいは大切な思い出を笑顔で、こちらへ来て持って帰ってもらいたいなと思ってます。能登半島地震の被災地を応援する販売コーナーも新設。祝日や大型連休、春夏休み期間中は休まず、今シーズンは12月1日まで営業の予定です。